実験大好きエメネウです。今回はアースのヤシヤシを比較するということで、同じ長さのグラウンドラジャル、これを用意いたしまして、幅違いで良いアース悪いアースを作ってみました。前回の動画でもご紹介したラジャルを例にとりますと、ラジャルの本数を増やすほど共振周波数が下がる、エスダバーンの帯域が広がる、RF 電流が流れるというのもね、以前実験していろいろなデータが取れておりましたので、それらが本当かどうか今回確認してみたいなと思っております。グラウンドラジアルを2本、1つがね 5m もの、これ以前も紹介しましたアルミテープですね、こちらの方になります。アルミテープと、もう1つがねアルミホイルですね。幅が 5cm と 25cm、 長さはねこのような形、3メーターものを用意して、これで実際にね、エスダバーの特性がどのように変わるのか。で、アンテナの方はね、いつも使っております。このようなエレメント6メーターのね、ロングワイヤーをね、チューナーの方、調整を終わっております。で、5センチと25センチ、幅のね、異なるグラウンドラジオでご用意させていただいております。これでちょっとね、まず共振周波数を測定したいと思います。共振周波数、幅5センチですけど、現状。7.322 1.5 7.176 7.448 ですね。 RF クランプをアースの方に接続してみます。しますと 28.5 エレメント側 29.0 同軸ケーブル側 0.5 ですね。で、こう触りますとね、少しね、こうエスダバールが微妙にね、インピーダンスが変わっているのがね、見えるんじゃないかなと思います。まあ、非常に微妙ですけどね、ここ変わっていると思います。しましたら今度ね、グラウンドラジアルをね、こちら方25センチの幅の方に変更させていただきます。で、この状態でね、まず共振周波数がだいぶ変わってしまいましたので、再度測定し直してみます。チューナーはね、全然触っておりません。共振周波数がね、ほぼ 7.99、1.5、6.86、7.115 ですね、にしまして、アース側、32.8、エレメント側、31.6、で、同時ケーブル側ですね。ほぼゼロで、こう触ってもね、ほとんどこのインピーダンスも何もね、変わってないかと思います。まあ、なぜね、こうやって同軸ケーブルに RF 電流が流れるのかっていうのをね、ちょっと実験いたしました。ポイントですけど、電位の低い方に RF 電流が流れるっていうことが重要ですので、ぜひともね、そこを見ていただければと思っております。今回ね、こういう形で、5センチのねアルミテープ使っておりますので、グラウンドラジアル前回のテストからもね、非常に不安定ということはね、もうすでに判明済みやと思います。 RF 電流をね、同軸ケーブル側に今接続しております。で、この状態でね、ちょっと RF 電流、今7メガなんですけどね、測定しますと 0.2 ミリボルトになっております。でね、ちょっとね、こういう形でちょっとでもね、手で触りますとね、ちょっとここはもうね、もう見づらくて申し訳ないんですけど、 SWR が少し変化します。RF 電流の方もね、このような形で同軸ケーブル側にスッと流れていると、これはね、多分私の体をここですね、触りますとピッと下がるの分かると思うんですけどね、私の体をね、経由して RF 電流が流れているっていうことがね、なんか一つの証になるんじゃないかなと思います。で、もう一つね、なぜここかさ上げしてるのか、ちょっとね、横から見ていると分かると思うんですけど、ね、プラスチックでね、15センチぐらいかさ上げしております。なぜかと言いますと、私もね、チェック中、いつもはね、大体地表にこういうものを置くんですけど、この形ですね、地表に置いちゃいますと、このような形で 0.5 ミリボルト、要はこの測定器自身がね、すでに金属でできてますので、これと大地の間でグラウンドラジアルをどうも形成しているようでしたね。要するに測定器の置き方によってもね、だいぶ電流が変わってくるということがね、ちょっとこれで分かってきているような次第です。で、それでね、ちょっとまあこういう形で今回ね、こう置かさせてもらいますと、0.1 ミリボルト減っているということが分かりました。今回の実験まとめさせていただきます。まず今回のね、テスト条件ですけど、まず6メーターのアルミ線に7メガ乗せたような形になっております。で、今回ね、一番のポイントっていうのがこちらの方ですね、アース。まあ本来ですよね、設置のアースでしたら分かりやすいんですけど、こういうグラウンドラジアルっていうのはね、なんか
本当にアースとして動いているのか全く目に見えてきませんので、まあ、それをね可視化するためにこの部分ですね、この部分にクランプメーター取り付けまして、流れてる電流値、これ測定するようにいたしました。で過去のね実験でもここのねグラウンドラジアル、まあおよそ3メーターで、こちらの方の幅がね 5センチ、これを1本2本3本ってね過去に増やして実験していって、ここのね RF 電流が増えてて非常にねSWR も下がりやすくなったっていうのが分かっておりましたので、今回はねもう5センチと25センチ、いきなり5倍なんですけどね、これで比べてみました。で結果的にね、まあ、ここの RF 電流で、あとこちらですね、アンテナ側も念のために測定しております。なぜ同時ケーブル側も測定したかと言いますと、やっぱりねちょっと過去のデータでおかしな傾向っていうんですか、要はこの辺とかね、まあ、このアースもそうですけど、手で触りますとねエスタバルが変わってたので、これはおかしいなとずっと思ってたんですけどね、まあそれをねちょっと調査する過程でこの同時ケーブルにも RF 電流が流れてるっていうのが分かりましたんでね、こういうテストさせていただきました。でねここで一番重要なのがここですね、何気なしにやグラウンドラジアル3メーターですよね。それとアンテナアナライザー、なんでアンテナアナライザーこちらの方のね幅5センチのところに流れたかと言いますと、やっぱり電位の関係っていうんですか、電気というのはねやっぱり電気の流れやすい方向に流れていきましたので、当然ねこっちの方も流れたんですけど、いまいち流れが良くないんでこっちにも流れちゃったかなというような感じですね。でここをね25センチにしますと、もうここが全然流れなくなりましたんで、明らかにねこれは電位の差で流れたんだということでね、まあ、ただこれもね絶対的にどうこうということはまだ言えないとは思うんですけど、一つのねこういうアースのバロメーターっていうんですか、要はこちらの方のアンテナアナライザーと接続しているラインのアースよりはこちら側のアースが良かったっていうね、まあ、相対的な評価にはなったんじゃないかなと思いますのでね、まあ、この辺はねまたもうじっくりとね考えていきたいなと思っているところです。どうだったでしょうか。まあ、今回ね、まあ、良いアースの条件というのを作ってみまして、結果的にはやはり共振周波数が下がる傾向であると、であと RF 電流が流れると、で SWR の帯域についてはちょっとね今回なかなか大きな差にはなりませんでした。意外でしたのが電位が低い、要はね同軸ケーブルに電流が流れない、要はパッチンコアも不要になるかもしれないということをね、まあ、今回この実験でなんとなくねデータとして集めることができたんじゃないかなと思っております。引き続きねやっぱり電位が低いこの部分とパッチンコはものすごくね個人的には気になっておりますので、もう少しね実験進めていきたいなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。